警部、これでよろしいでしょうか。お気に召さなければ取り替えます。いえ、ありません。すいませんから。下のロッカーに新しい洗面用具、タオルは隣にあります。他に異常があればご遠慮なくどうぞと言われますと、楽しむって表現は正確じゃないんじゃないでしょうか。ご用があったらお呼びください。新しいのですか。初めて聞きましたね。今の体育館は建ててから7年しか経ってないんです。隣のクレメンザだけど、預けたものはあるか。袋の中覗いてみたか。友達のところにいい絨毯があるんだけど、奥さんに持ってってやらないか。何言ってんだ、俺のプレゼントだよ。世話になったんだから礼ぐらいさせてくれ。よし、行こうぜ。あのバカ留守だよ。どこ行きやがった。しょうがねえな。なんだおい、鍵も置いてねえよ。じゃあ勝手に入るか。気が進まないよ。ようやく仕事だけの生活に慣れたところなんだ。女なんて邪魔なだけさ。お前が付き合えばいいだろう。本当は彼女ブスなんだろう。じゃあ性格が悪いんだな。ブスを褒めなきゃなんない時は、性格は最高っていうものなんさ。僕さ。とだよ、僕さ。続きはこうさ。80年はパスタの時代。僕だよ、ニューヨークマガジン。もし本当なら感激だよ。僕の記事を覚えててくれたのは君が初めてだよ。でも誓いを破りましたので、私は罪人です。お救いください。ダメなんですよ、会わずにいられない。どうかお力を。それで町から出られないから年中誘惑されてるようなもんで、もうどうにも我慢ができないんです。どうかお助けを。あなたはいいよ、一緒に来て彼女に話して。様、どうかお願いです。どうか助けて。お願いです。この通りです。お力をお貸しください。二人の罪を告白するために神父。森、俺たちは罪を。お願いですよ、助けてください神父様。あんなとこでもあいつのベッドだ。それにしてもお前、怪我はねえか。おい、大丈夫か。その荷物運んでやろうか。しっかりしてるぜ。注意その1、絶対に信用できる相手でもねえ限り、自分の荷物には決して手を触れさせねえことだ。その点俺はバッチリ信用できるから安心しろよ。慣れ慣れしい野郎だと思ってるんだろうがよ、俺はビクター・レイだ。ビクター・レイカーサービスのマネージャー。さするにおめえ大学行くんだろ。フランク・ペンブルトンご夫妻、幸せそうだな。でもちょっと倦怠気味かもしれないな。別れのキスが大ざなりだった。俺は殺人犯にされて無所へ送られた。人生の6年間を失ったんだぞ。もう戻ってこない。アメリアだって、女房はあんなことになった。そして息子は口も聞いてくれない。俺の親父はクラブを辞める羽目になった。やっと幹部に選ばれたばかりだったの。俺のせいで言いづらくなったんだ、息子が刑務所に入ったせいでな。さあ今日は試合だぞ。みんなやる気満々だな。みんなやる気満々だな。ちょっとでもしらけたり、俺は関係ないよみたいな態度を取ってみろ。そういうやつはベンチで試合を見学することになる。禁煙だ、意義。背が伸びんぞ。俺みたいにでっかくなりたいだろ。出ろ。禁煙だよ。試合前すなよ。みんな死んでんのか。キングベニはラッキー・ルチアーノに雇われた殺し屋だった。歴史の本には書いてないが、ルチアーノは第二次世界大戦中、この国のためにいいことをたくさんした。それから世間にはマッドドッグ・コールを殺したのはキングベニだという噂もある。コールというのはダッチ・シュルツと一緒に23丁目でモグリの酒場を経営していたチンピラだ。俺は小さなガキの頃からキングベニの伝説を山ほど聞かされてきた。ガキの頃のベニは喧嘩に弱かったんだ。そしてある日、25歳ぐらいのアイルランド人の男と喧嘩になった。キング・ベイニーはラッキー・ルチアノの殺し屋だった。ルチアノは第二次世界大戦の功労者さ。歴史の本には書いてないけどな。マッド・ドク・コールを殺したのはキング・ベイニーだって噂まであるんだぞ。コールはモグリの酒場とかクラブなんかを仲間とやってたんだ。ベイニーの話を初めて聞いたのは重視の時だ。弱っちいやつがいるってな。喧嘩じゃ絶対に負けるって話だった。である日、なんでか知らんが25くらいのアイルランド人がベニーをとっ捕まえて階段から投げ落とした。ベニーの前歯全部折れちまった。
玉が凍ってちぎれそうだぜ。こんな寒いところにいつまで突っ立ってりゃいいんだ。これじゃまるで南極だぜ。息子がアイスキャンディーになっちまいそうだ。手じゃねえ、まるで底なし沼だ。一度ハマったら二度と抜け出せやしねえ。最低だ。勘違いだ。2枚しかなかった。おめえはろくに見もしないで思い込みですぐ。俺は今夜デートだ。カレンダーの女だ。疲れたようだな。それとも腹ペコかな。一つ教えてやろう。間違いなく林間の方が長い。ちげえよ、ワーゲンの話じゃない。車が2台、こっちと2台あるとするだろ。性能が同じだとすると、長い方が先に目的地に着く。絵を描いて説明してやる。長い方が先に着く、それが科学的な事実ってもん。その筋ってどういう筋だ。警官かもだぞ。私服警官に見えるってか。かもしれないって一瞬思ったろ。リトルさん、夜分遅く愛せませんな。私はレジー・スタウト、家内の髪。スチュワートは、いや、ちょっと違う。もう一声、彼の両親。スチュワート、恥ずかしい話だが、お前が生まれた時は貧乏でな。そう、潮が効いてるね。いくらそう思ったって本物にはなれない。あんた方じゃ無理なんだ。オール街の元帝王マックス・フィッシャーだ。年収がたったの5桁6桁など兵でもない。聞いて驚くな。私はな、年収が数百万ドルもあったんだ。どうした、ビビったか。こっちを見るな。どれ。テープ起こしを頼むよ。一言も漏らさずにな。 FBI じゃ一言も漏らさずに落としてた。これからは情報の時代だ、ローレン。私もかなり厳しい状況にあってね、ローレン。恩は忘れないよ。オール街に休みはなかったが、やむを得ずね。おや、これも売り出し中。